今回ユアーズさんと私がコラボさせていただきましたお洋服を詳細と、こだわりポイントなどを自宅で紹介したいと思います。はい、早速なんですけれども、まず1体目、その名もボンディングワンピースです。ボンディング素材といって、すごく柔らかい素材なんですけど、しっかり生地に厚みがあって、でも肌触りはすごく柔らかい、なんかリラックスした素材なんですけれども、形が結構ドラマティックなワンピースなので、本当にいろんなシーンで使えるようなワンピースを作りたくて、今回このようなワンピースを作りました。切り替え位置を高めにすることで、スタイルアップ効果がしっかり出るような感じにしてもらったのと、パフスリーブをすごくこだわって作らせていただきました。このね、目が細かく取っていただいて、派手な感じになるんではなく、シンプルな大人が着れるパフスリーブになるようにしました。で、この袖の長さもしっかり取っておりますので、二の腕カバーにもなりますし、袖口を結構大きめに取っていますので、腕の細見えも叶えられるようなデザインの袖にしました。これは私結構一番のお尻ぐらい気に入っております。可愛らしいワンピースにスニーカーとかでね、少しカジュアルダウンさせたりして着るのが好みなので、そういう風に私は着ようと思うんです。ネイビーもあります。ネイビーがこんな感じのネイビーです。ネイビーはもう本当に使いやすいお色だと思いますので、しっかり長さも取っているので、あんまり派手になりすぎないと思うので、オケージョンだったり、あとは学校の行事だったり、そういったシーンでも使っていただけるかなと思います。ポケットもついていて、日常使いもちゃんとしやすいワンピースだなと思います。じゃあ次いきます。はい、続いてはこちらのバルーンブラウスになります。袖口とこの裾の部分がバルーンのデザインになっているブラウスでございます。ちょっと前が短くて、少しだけ後ろにかけて長くなっているデザインで、横から見た時に可愛い形になるようにこだわりました。で、私今着てるのが S サイズで、サイズ展開があるので、お尻を隠して長めに着たいよって方は、私160センチなんですけど、 M サイズを選んでもいいかなと思います。シャツの素材なんですけれども、すごく薄くて、本当に夏でも涼しく着れるような素材なのかなっていう感じで、少しこうなんていうか光沢感があるような素材なので、でカジュアルすぎない感じになってるなと思います。ここがゴムになっていますので、ここの腰の部分が少し絞られているデザインなので、すごくスタイルも綺麗に見せてくれるブラウスになっています。色展開がですね、白とラベンダーがございます。私が着ているのがネイビーなので、3色展開になっております。本当にどの色も使いやすい色だと思うんですけれども、ちょっと着てこようかなと思います。はい、ラベンダーこんな感じです。すごく春っぽいお色かと思います。すごく優しいラベンダーなので、なんかぜひ普段だけじゃなくて、オフィスのシーンだったりに、オフィスカジュアルとして着ていただけたら嬉しいなと思って考えて作ったお色でございます。デザインはしっかりあるんですけれども、ジャストに着ていただくとコンパクトめになりますので、変に派手になりすぎないかなとは思っております。色がとっても綺麗なので、すごく顔を明るく見せてくれるようなお色なので、すごくこの色も可愛くて気に入っております。じゃあ次、白を着ます。続きまして、白を着てきました。白は定番って感じで、もう落ち着きます私は。で、下はこういう黒い太めのデニムも合わせてるんですけれども、意外と上がジャストサイズで、私はサイズを選ぶと、こうやってあまりボリューミーすぎないので、なんていうか太めのパンツにも合わせて着
していただけるかなと思っております。サイズを少し上げて着ていただくと、しっかりお尻まで隠れるようになると思うので、すっきりとしたパンチの方が合ってくるかと思うんですけれども、こういうジャストサイズを選ぶといろんなパンツ合わせができるかと思います。白は少しだけ透け感があるので中にキャミを入れたりして、それもちょっと透け感があって涼しげかなと思っております。本当私くらいの年齢の大人の方、シンプルが好きなんですけど少しちょっとデザインがあるブラウスを着たいなみたいな感じの、世代の方にぜひ手に取って着ていただきたいブラウスになっております。可愛いんですよ、こんな感じで。はい、じゃあ次行こうと思います。頭やバルーンつながりでバルーンスカートでございます。もう前からもまあもちろん可愛いんですけれども、横からのシルエットにすごくこだわりを持って作らせていただきました。前が少しだけ短くなっておりまして、ちょっと後ろが長めになっているので、本当にこう歩くたびに可愛いんですよ。スカートにすごくデザイン性があるので、上はすごくシンプルなシャツとか、もうほんと T シャツとかタンクトップとかを合わせて着ていただけたら、本当にシンプルかつレディーな感じで着ていただけると思います。で、色展開は今履いている黒と少しクリーム、白なんですけど少しクリームがかった白をご用意させていただいております。この白もすごく可愛いんですよ。こんな感じで、わー、白ティーに白もめっちゃ可愛いですよね。可愛い、今発見をした。で、私今上真っ白い T シャツを着てるんですけど、少しクリームがかってるので、こういう白いものにも合わせて着ていただいても全然変じゃないというか、むしろ可愛いですね。で、こだわりポイントとしては、見えるかしら、ユアーズさん、ここにね、ボタンで調整できる、絞って調整できるのがついているので、少しだけ大きいなとか本当にあるじゃないですか。で、食べ過ぎちゃったなとかにも対応できるように、この少し調整が効くようになってるので、しっかりこのウエスト位置で止めることもできます。このはもう靴も何でも合いますね。スニーカーでカジュアルダウンしてもいいし、ヒールで上 T シャツでレディーな感じにしてもいいかなと思います。あー、これも可愛くできて嬉しい。はい、続きまして上ですね、ジャガードのブラウスになります。これはストーリーズにあげた時に結構一番反応をいただいたブラウスで、すごくね、これも全部可愛いすいません、我ながら全部可愛く出来上がっております。一番の特徴はこのジャガード素材を使っているところと、襟を少しここを高めにして高級感を出すようにさせてもらいました。上のところがくるみボタンになってて見えるようになってて、あとは隠しボタンになっているような感じのデザインです。ジャガード素材が派手な感じではなくて落ち着いた感じのジャガードなので、なんていうかラブリーになりすぎない感じで、すごく品が出て可愛いかと思います。で、これ実はインしてるのでこういう感じなんですけれども、出すとここがくびれているデザインになっているんですよ。で、ここにちっちゃいポケットがついているので、出してももちろん可愛い感じにしております。で、実はこのセットアップに着れるように同じ素材でジャガードのスカートも作っております。セットアップできるとすごく可愛いんですよ。色はブラックとこの2色展開になっております。ブラックをスカートでセットアップにして着てこようかと思います。はい、黒着てきました。セットアップで着るとこんな感じです。はい、もうこのスカートのボリュームを見ていただきたいです。
黒もジャガード素材なんですけれども、あんまりすごいギラギラキラキラしてるわけではなく、本当に品のあるジャガード素材なので全然派手になりすぎないです。もうこれはめっちゃ上品じゃないでしょうか。でスカートのポイントはやっぱりここのタックの入れ方にすごくこだわりを持って作っていただいたことで、パニエを入っているかのような立体感を出すのにすごくこだわってもらいました。ブラックはぜひそうですね、セットアップで着ていただいて、卒入園式だったりのセレモニーだったり結婚式だったりのお呼ばれお洋服にヒールなんか合わせてね、ぜひ目を引くようなコーディネートになるかと思います。はい、以上ユアーズさんとのコラボの5型のお洋服を紹介させていただきました。発売は3月22日になりますので、サイズとかの詳細はユアーズさんのサイトにこの後載ると思いますので、チェックしていただければなと思います。はい、ありがとうございました。